エセイもしくは、随層録は、フランスのモラリスト、ミシェルド・モンテーニュが107の随筆を集めて1580年に刊行した書き物である。モンテーニュは、随筆という特定の話題に関する主観的な短い文章の形式を発明したのであり、この書物はそのエセイを収めている。人間のあらゆる演を断続的な文章で制作することによりモンテーニュは、 人間そのものを率直に記述しようとし、モラリスト文学の伝統を開いた。フランス語のエッサイは、試みや、くわだてという意味である。モンテーニは、読者の興味をそそり、巻き込むように意図された巧妙なレトリックを用いて、書いており、ある時には、話題から話題へと意識の流れに沿って、動くように見え、またある時には、作品のより教育的な性質を強調する。 構造的な文体を用いてもいる。古代ギリシア、ラテン文学、イタリア文学からの引用がしばしば補強として用いられる。モンテーニュの目的は人間、特に彼自身を完全に率直に記述することであると随想録の中で述べている。モンテーニュは人間性の大きな多様性と移り変わりやすさこそがその最大の特徴であると認識していた。 私自身というものよりも大きな怪物や脅威は見たことがないというのが典型的な引用句である。文定には自身の貧弱な記憶力や本当に感情的にはならずに問題を解決し争いを仲裁する能力や後世にまで残る名声を欲しがる人間への嫌悪感や死に備え世俗から離れようとする試みのことなどを書いている。 当時のカトリックとプロテスタントの間の暴力的で野蛮な紛争をモンテーニュは嫌をしており、その書き物にはルネサンスらしからぬ悲観主義と懐疑主義が除いている。そうじてモンテーニュはユマニスムの強力な支持者であった。モンテーニュは神を信じカトリック教会を受け入れていたが、神の説理がどのような意味で個々の歴史上の出来事に影響していたかを述べることは拒否していた。 新世界の征服に反対しており、それが現住民にもたらした苦しみを嘆いていた。ミシェルド・モンテーニュ・マルタンネール事件を例に引きながら、モンテーニュは人間が確実さを獲得できないと考えている。その会議主義は、セクストスなどから影響を受け、レーモンズボンの弁護という長いエセに最もよく現れており、この章はしばしば単独でも出版されてきた。我々は、 自身の推論を信用できない。なぜなら、思考は我々に起こるものであるから。我々は、本当の意味ではそれらをコントロールできない。我々が動物よりも優れていると考える、相応の理由はない。モンテニは、拷問によって得られた自白には極めて懐疑的で、そのような自白は、拷問から逃れるために、容疑者がでっち上げたものかもしれないと指摘している。通常、 知識は人を善良にはできないと題されている。不死において、モンテーニは、自身のモットーが、私は何を知っているのか、であると書いている。ズボン弁護のエッセイは、表面的には、キリスト教を弁護している。しかしながら、モンテーニは、キリスト教徒ではない古代イギリシアローマの著述家たちに、言及し引用しており、特に原子論者ルクレテウスに多く言及している。モンテーニは、 結婚を子供を育てるためには必要だと考えていたが恋愛による激しい感情は自由にとって有害なものとして嫌った。結婚は鳥かごのようなものである。その外にいる鳥は必死になって入ろうとするが中にいる鳥は必死になって出ようとする。という言葉がある。教育に関しては抽象的な知識を無批判で受け入れさせることよりも具体的な例や 経験の方を好んでいた。子供の教育についてというエッセイは、ティアヌ・ド・フォアに捧げられている。モンテーニュのエッセイに明白に現れている、思考の現代性は、今日でも人気を保っており、啓蒙時代までのフランス哲学で、最も結出した作品となっている。フランスの教育と文化に及ぼす影響は依然として、大きい。フランスの元大統領フランソワ・ミッテランの、 公式な肖像写真では、随層録を手に持って開いている。モンテーニュによる、随層録への書き込みモンテーニュは1572年から、エセイの執筆をはじめ、1580年の初版刊行後も生涯を通じて編集し続けた。一語だけ挿入することもあれば、複数の節を丸ごと挿入することもあった。後世の多くの版ではこれを、以下の記号で表している。 番の間の際や追加分を分析することで、モンテーニュの思考が時間とともに、どう変遷していったかがわかる。現在の考えと矛盾している時でさえも、モンテーニュは以前の記述を取り除くことはなかったようである。ありがとうございます。